今携帯で動画撮ってたのにさ、このビデオは読み込めませんみたいになっちゃって動画が消えました。最悪。ちょっと待って、最初からやり直すか。チャンネル登録よろしくね。てんや、ルッカモカです。こんにちは。今日はですね、ちょっと前に流行ったハニーゼリーをやってみたいと思います。こちらの水飴を買いました。でね、この水飴が砂糖の3分の1の甘さなんだって。だからこうやってパクって食べれるかなと思ってこの水飴にしました。この水飴にいろんな色をつけてハニーゼリーというか、まあ水飴ゼリーなというか、まあゼリーじゃなくて水飴ただ凍らしたやつなんですけども、やっていきたいなと思います。てな感じでね、さっきまでちょっと作ってて、今ねこの辺まで作ってます。もうあとはこの黄色と緑を混ぜるだけ。 iPhone で動画を結構撮ることが多いんですけど、ピロンとか言って止まっちゃって、あれ容量不足かなって思ったら、この動画は読み込めませんみたいになっちゃって、せっかくここまでやったのにってなりました。この赤と青を混ぜてるシーンとか、水飴を一生懸命こうやって変な顔しながら入れてるシーンとかはありません。水飴入れたシーン結構感動したんだけどな。え、透明でめっちゃ綺麗みたいな。まあ、いらないか別に。めっちゃ綺麗。やばい、待って。やばい、待って。あと10分でミーティング始まる。やばいやばいやばい。このね、ハニーゼリーを作って、凍らしてる間にミーティングをして、そのミーティングが終わった後に、このハニーゼリーを食べる動画を撮ろうっていう、いい感じの時間効率で回していこうと思ったんだけど、待って待って、やばい。全然時間がない。やばい。めっちゃ綺麗。はい、ということでこんな感じで色をつけることができたので、これを凍らしていきたいと思います。はい、ということで、何分だ？4時間20分 ?4 時間20分凍らしたんだけど、ちょっとね、水飴の方はちょっとベリベリかもしれない。でも蜂蜜の方はね、結構カチカチって感じ。うん、待って、かわいい。トゥルルルトゥルン。はい、ということで出来上がったので出してみます。いくよ、せーの、ドゥーン。めっちゃ綺麗。待って全然食べれるわ。おいしいよ。水飴だからかな、食べれる。おいしい。青ちょっと濃くなりすぎちゃったかもしれない。青デデデデデ、うわ、でもこの4つ、この色つけた4つは水飴で、これはね本家のハニーゼリー蜂蜜で作りました。蜂蜜の方が全然硬いの。これでやってみよう。やっぱさ、味も全然違うのかな。よいしょ、ほらちゃんと硬さが、すごいこれ。はちみつえぐいよこれ。ちょっと食べてみる。映んないよ、この動画には。不細工だから。え、何色がいい？こんな低い。あ、もう、見て、このおせこのテカリ具合。帰ってくるの？うん。あ、いいよいいよ。あ、すいません、もっといけ、もっといけ、もっといけ。いけいけいけ。うまっ。美味しいよね、美味しいよね。なんかうってなるかと思ったらさ、水飴美味しいよね。全然美味しい。うまっ。美味しいよね、水飴。練乳って言ってる意味分かった。分かる、うん、練乳っぽいよね、なんか。あ、いいよ。クリーミーな甘さ。あ、胸焼けするわ、でも蜂蜜。いいよいいよ。はい、いいよいいよ。
すごいよね、ペットボトル1本とか食べてる人ガチすごくない？うん、でもいけるかもしんない。いける？うまい、うまい、慣れてきちゃったまあ普通に蜂蜜よね。なんかさ、お祭りのさ、あんず飴、わかる？うん、わかる。だから梅酒は買ってパサオガラスしてね、ちょっと青食べていい？いいよ。あ、じゃあ一緒だけどね。え、色、だってやばい、溶けてきちゃってるよ。あ、やばいじゃん。それが楽しみで食べたのそういうことね。じゃあ、あ、もうちょっとこれ胸焼け？え、ちょっとダメかも。ちょっと梅島にあ、ピントはい、えぐなんかえぐえぐえぐ異世界のおかしい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 、うわー、気持ち悪い。でも、割と美味しいんだろうな。美味しいの。食感がちゃんと凍ってる方が美味しいわ。もちもちして。あ、うん、あ、確かに。うん。うわ、あんた絶対明日胸焼けだよ。意外と美味しいよね。やっとく、蜂蜜もう一回。でもね、最初の一口の水飴はめちゃくちゃ美味しい。チャンネル登録よろしくね。てんや。ちょっとじゃあこのレインボーゼリー作ります。え、入れられるかな、ちゃんと。俺がそうか。うん、全部やって。合体できる？あ、そういうこと？違う。いいね。やばい、伝ってる伝ってると。いいか、別に。緑が綺麗だな。あれ、うまくね。てかちゃんと自重で言ってる。え、そうだよ。あ、でも混ざっちゃう、これ。混ざっちゃうよね。全然混ざってるとこ見えてないけどね、カメラには。下げる。ペットボトルを上げるしかない方法は。なんか思ってたのと違うな。レインボーゼリーにはならないな。入れてる瞬間が一番綺麗だわ。うん、じゃあちょっと高めにやるか。うん、いいね、いいね。ピースしとこうか、じゃあ悪い実験してるみたい。あ、いいね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 。でもいい、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 いい。何？いや、おもろいなと思って、反応が。いいグラで、いいグラで。ああ、よし。誰が考えたんだ？ハニーゼリー。ハニーゼリー。結構すごくない？凍らそうって思わないもんね。うん、え、でもなんか見て、ちょっといい赤入れたら、なんかグラデーションっぽい。ちょっとだけいいかも。ちょっとだけいいかもしんない。ちょっとだけいいよね。ここピンクに見えるのにさ、ここ赤に見えるよ。濃度、濃度。濃度ね、うん、そういうことか。あ、え、いい、よくない？カメムシみたいな色。お、地獄。凍らしたらどうなるかな。ちょっといいしね。でもこれ、こうするけどね。あら、お、マグマみたいじゃん。うわ、あ、お、見て。お、待って待って、え、綺麗じゃない？美しい、美しい、美しいよね。え、これで凍らそう。よし、え、いい、いい、え、原宿、原宿、原宿、え、売る、売る、売る、原宿。500万再生しちゃう。やばいやばいやばい、どうしよう。え、どうしよう。ハニーゼリー系 YouTuber になっちゃう。チャンネル登録よろしくね。てんや。ちなみに弟は帰りました。ということで待っていきましょう。チャンネル登録よろしくね。てんや。はい、あれからじゃじゃん、1時間凍らしました。なんか色が微妙。よし、行くよ。よいしょ、あ、いい感じ、いい感じ。うん、なんかやばい。うん、あー、おー、量がすごい。よく見るとなんか虹色っぽい。ハニーゼリーは水飴で作るとちょっと美味しい。パンにつけて食べよう。チャンネル登録。